実は父の仕事の関係で3年間ミャンマー、当時はまだビルマと呼ばれていた国におりました。でその時のミャンマーというのは社会主義政権の真っ只中で、本当に物がない。そうした中で、途上国の問題ってこういうことなんだということを肌身で感じる、非常に貴重な機会になったということがあります。学部時代にその開発問題に興味を持ち始めましたが、一旦は全く異なる分野の民間企業に就職しました。ただ、実際に仕事をしていく中で、やはりこれは私がやりたかった仕事ではないんじゃないかという思いがますます強くなりまして、退職を決意しまして、アメリカの大学院に進みました。その中で、その食料問題、途上国の貧困問題を勉強していたんですが、終了した段階で実践分野に進むか、もしくは、研究者としてやっていきたいかということを少し悩みました。でいろいろ考えた結果、実践分野に行くにせよ、もう少しやはり自分は勉強不足だというふうに思いまして、まずはさまざまな知識を得ること、研究経験を積むということを進路として選択したという経緯があります。開発経済学は途上国の問題に焦点を当てて分析していく、そういった学問になっています。私の場合、担当が対象がミャンマーということで、十分な統計資料等々がないと。そうするとやらなければいけないのは、まず自分の足で現地に赴いてデータを集めて、そういう意味で非常にフィールド調査というものを重視してやってきているというところがあります。米の流通問題、流通制度がどういうふうに変わっていっているのか、ないしその変わっていったことによって、農民もしくは商人といった流通業者にどういう影響があるのかといったことを中心として、研究を始めました。いわゆる経済学的な分析だけではなくて、社会学的な分析、もっと具体的に言いますと、例えば農村部で一つの開発プロジェクトを行うときに、地域社会の在り方はどういうものなのか、そういうところをこう視野に入れたような分析も始めています。長年軍事政権下であったミャンマーでは、本当にこういわゆる他の国であれば簡単に入手できるような統計データまたは情報ということを得ることが非常に難しかったという経緯があります。自分がしたい研究、自分がしたい調査を必ずできるという保証がなかったということ、いつかその例えば許可が出なくなって、そこには行ってはダメということになる可能性が常にありましたので、ある意味スリル満点の調査研究をしなければいけなかったということも一つ難しかった点になります。実際に現場に行きますと、そこで生きて生活している人々からいろいろな生の声を聞いて、さらに研究の幅が広がる、もしくは新しい問題点を発見できる、そういったところに、非常にフィールドワークを中心とした研究の醍醐味がありました。最初のそのミャンマー赴任2年間した時に、私は10ヶ月の息子を連れてっておりました。で子育てしながら調査研究するというのは非常に難しいなと思いながら行ったんですけれども、実は、帰ってよかったなと今振り返って思います。というのは非常にやはりミャンマーという国の特色なのかもしれませんけれども、地域社会で子どもを育てるという感覚がこうみんなに共有されているので、どこに行ってもその子どもの面倒を見てくれますし、それは調査の時もそうですし、自宅でいる時も、そういった形でその面倒を見てもらえると、そういう中で子どももやっぱり人と触れる機会が増えたという機会が増えたんじゃないかなというふうに思います。大学院ではまずその自分が学びたいというテーマをこう決めて、それを自分のスタンスでこう深く掘り下げていく、まずその自分の問いを立てるということですね。学部の場合にはおそらくその体系的な
知識というものをこう習得する期間というふうに捉えられると思うんですけれども、大学院はそうではなくて、自らが自分の問いを立て、それを深く探求していく、まあ、そういったところに大学院の特色はあるというふうに思います。学生の立場から見ると選択肢が増えてあるということになると思います。繰り返しになりますけれども、自分の研究対象を定める、じゃあそこで自分はその問題に対してどういうアプローチをするか、それを学ぶ場所でもあるわけですが、その時にそのアプローチの選択肢が多くあるというところに国際学研究科の特色があると思います。現代社会はもう非常に情報にあふれています。それこそそのインターネットでですね、調べれば何でもこう調べられてしまうというところもあると思います。でそれを調べることによって、分かった、あ、もうこれはこのことに関して自分はもう十分分かっていると思うこともあるかもしれません。ただ実際の現実社会というのはそれほど簡単なものではない。その背景にはいろいろな、まあ、メカニズム等々があって、実はそれを深くちゃんと知ってからでないと、物事のその例えば問題が起きた時に解決策っていうのを導き出すことが難しいと思います。で大学院の研究勉強というのはこういったメカニズムを理解して、その上で現実的な問題に対する処方箋を導き出すというところにあると思いますので、ぜひこの国際学研究科でそういったことを身につけてもらえればというふうに思っております。Hi everyone. Our faculty invites various types of students. We offer various types of approaches, academic approaches, and we will encourage you to deepen your knowledge as well as academic experience. Thank you.